あんなひどいこと言ってんだろう。見えない傷の痛みは誰よりも知ってるのに。あの時君はどうして平気そうな顔してたの。飲み込んだ言葉を戻しては何度も噛み続けた。頭ん中垂れ流してた映像と考察は化け物みたいにずっと腑に落ちないんだ。聞こえない、何も知らない、だって考えたってもう答えは出ないのに。叫んでりゃ楽になるな、ハウス思考が僕を夜に溶かす。僕がやられていたんだ。それ誰だって自分のことが一番大事だろう。あの日の君の心はもう確かめようがなくて、優しいだけの言葉を求めては何度も噛みつぶした。赤みたいないらない自分が脳内を把握して、アンビバレントな噂にいつも振り回す。だって君は消えちゃってもう口が聞けないのに。叫んでりゃ楽になるな、ハウス思考が僕の声。